乙女座は、広島県呉市豊町みたら市にある建築物。1937年に劇場として建築された。みたら市のメインストリートであるあよい通りに、南面している。乙女座の経営者だった友田屋住宅1937年時点の豊田郡みたら市町には、劇場がなかったことから、友田実町長が資材を投じて、劇場の乙女座を建設した。名称は、 トモデンの母親である、トモデンにちなんでいる。トモタヤは、明治期に躍進した、海鮮丼屋であり、トモタミノルの父親もみたらし町長を務めている。明治初期に、恵比寿町に建てられたトモタヤ住宅は、ナマコ壁が目立つ建物である。乙女座は、映画の上映、芝屋大道芸の工業、青年会の社交場などとして使用された。1955年の、 全国映画館、総覧1955年版には、開館年が掲載されていないが、経営者は、友田実、る、定員は350の映画館だった。1958年の映画便乱1958によると、経営者はやはり、友田実、る、定員もやはり350で放画を上映する映画館だった。1953年頃から1965年、 頃まで、大工の月山勝美が、映写技師助手をしていたという。夏場は19時頃から日本立、または3本立で上映し、上映終了時間が23時を過ぎることもあった。1953年公開の映画、君の名は、は、観客が多かった。昭和30年代まで映画館として親しまれ、映画産業の社用過後には、大腸みかんの選果場に転用された。 その後は長らく空き家となっていた。1994年7月4日には、呉市豊町三太良しが、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。地元住民の強い要望を受けて、2002年4月14日には、復元工事が完了。こけら落としとして住民による芝居、歌、踊りが披露され、劇場には200人近くが集まった。館内は、 有料で一般公開されている。復元後には映画の上映や大衆演劇などが行われることがあり、一般への貸し出しもされている。2014年には広島県土木局映像化によって乙女座が広島建物語のベストセレクション30に選定された。2019年12月8日には乙女座で充電立て選定25周年記念シンポジウムが 開催された。2020年11月14日11月23日には、日本白瀬とうち回廊の一環として、コトリンゴと奇妙霊太郎によるコンサートが行われた。舞台外観は木造モルタル仕上げであるが、内部は伝統的な芝居小屋の様式を有している。花道や奈落などの舞台装置や、2階の桟敷席も備えられている。ありがとうございます。